口博士が勧めるオーラルジェルはこんな方におすすめします。ナチュラル成分配合の安全志向の方、例えば乳幼児や成長期のお子さん、妊婦さんや体力・抵抗力が弱っている高齢者や療養中の方、オーラルジェルはやや甘みがあり、お子さんや高齢者にも受け入れやすい使用感です。介護現場でも訪問歯科医が使用しており、誤嚥性肺炎予防に役立てています。要介護者の方は歯磨き後のうがいにも気をつけなければなりません。オーラルジェルは発泡剤を使用していませんので、うがいができない方であれば唾液とともに吐き出すか吸引していただくだけで十分です。矯正中の患者さんにもおすすめです。矯正装置をつけていると歯磨きがしづらいため、虫歯や歯周病になりやすくなります。矯正期間中はいつも以上に丁寧に歯磨きをすることが基本ですが、忙しい朝やお子さんにはなかなか難しいのが現実です。生薬の力で虫歯菌や歯周病菌の繁殖を抑えますので、朝晩の歯磨き粉として使用していただくと予防できます。オーラルジェルはうがいをしなくても使えますので、あらゆる場所で歯磨きができます。外回りの営業の方であれば車の中や公園など職場のデスクで磨いてもいいですよね。営業、接待、デートなど口臭が気になるときには、ポケットに入れておいたオーラルジェルを指先につけて歯茎に塗るのもいいでしょう。口の中でクチュクチュして歯茎全体に浸透させて吐き出すか飲み込んでも口臭予防になります。歯磨きが苦手な方にもおすすめです。私たち歯科衛生士、歯科助手でも完璧と言える歯磨きはかなり難しいです。しかも時間がかかります。手に怪我をされたり、手が不自由な方の口腔内を見させていただくと、どうしても磨き残しがあるのは否めません。そのような方にもオーラルジェルはおすすめです。歯磨き粉として使用してもいいですし、夜寝る前に歯茎のマッサージだけでも効果が期待できます。歯磨きが苦手で歯茎から出血や口臭が気になるなど自覚症状がある方は、まずマッサージから始めてみるのも良いでしょう。東日本大震災で被災された方が被災地で困ったことの一つに口腔ケアがありました。被災地や断水時には水が貴重です。緊急時は歯磨きどころではありませんので、食事や飲み水が優先され、うがい用として残しておくのはもったいないからです。被災地の場合、ある程度落ち着いてから歯科診療チームが訪問すると、お口の中はあまり良い状態ではなかったそうです。そのような時にオーラルジェルがあれば水を無駄にしません。オーラルジェルには発泡剤や研磨剤が含まれていません。また化学物質である香料なども使用していませんので、歯磨き後に水で急がなくても唾液とともに吐き出すだけでさっぱりします。極端ですが、体に安全な飲んでも安心できる成分を使用していますので、水なしでお口の中が清潔に保てます。